今日の試合は、どのような試合だったか教えてください。そうですね、先週追いつかれて引き分けで、まあ、プラス2取られた勝ち点1だったんですけど、まあ、それは今週の勝ちがあってのプラス2取られての1っていうのは全員に話してたんで、まあ、それが今日勝ちにつながって良かったと思います。前節は、まあ、引き分けですけど、まあ、3失点がありました。今日は無失点で、切り抜けた、勝ち抜けたと試合だったというふうに監督がおっしゃってました。選手としては今日の 1-0 の勝ちっていうのはどのように感じますか？そうですね、後ろの大輝中心にしっかり声かけてくれて、チーム全体で引き締まったゲームができたので、まあ、先週の3失点を反省点を生かしながら今日は守備もしっかりできてたので良かったと思います。開幕から3試合、FC 大阪のやろうとしてるサッカーできてるというふうに思いますか？そうですね、はい、特に 前半とかの立ち上がりとかはうちの前の行くスピードだったりフィジカルが出しているので、まあ、後半今日は少し相手のペースとかがあったのでそこを改善して1試合通してうちの良さを出せるようにやっていきたいと思います。ホームゲームが2週続いてあります。来週またホームゲーム、お客さん来てのホームゲームになりますけども、サポーターに向けてメッセージをいただけますか？来週も、ホームでできるので、サポーターの皆さんの力強い後押しがあるので、それに乗って、来週も徹底練習をしたいと思います。